いかがだったでしょうか。今回スマホのこのスタンドを使って、撮影してみました。これこういう風に、ね、伸び縮みするタイプで、まあ、いろんなスマホの形大きさにも対応できます。でこれは高さが、ね、2メーター近く伸びるやつかな。なのであの上から俯瞰っぽくできたりとか、そういったこともできるんですね。なんかいろんな角度で、撮影することができます。で今これ表示されている、今流れているこのクリップなんですけれども、あのオープニングのところでね、あの撮影した映像ですね。でこれは一度そこにスマホセッティングして、でだいたいこの位置で止まるなっていうところを確認してから、わざわざこうやってあの改めて軽トラに戻って、である程度あこのシーンまで撮れたなと思ったら、こんな感じでまた撮りに来るっていう、これがリアルなやり方ですね。はい。で実際に、Vlog を編集するにあたっての、あの構成の仕方、僕なりのやり方っていうのを紹介したいなと思います。まずあの自分が今どこにいるのかなっていうのを、まずあの情報を提供するっていうか、あの知るために広角寄りで、全体が見えるような、そういったショットをまず最初に持ってきます。まずこれですね。これにちょっと、そうですね、3秒ぐらい持ってきて、で、いざもうちょっとね、あのもっとどういう場所なのっていうところで、あここで、あブドウ棚のところ、ブドウの畑に来てるんだなっていうのがここでようやくわかります。で今ちょうどこうやってね、あの軽トラがバックしてきて、あ着いたんだなっていうのが分かってからの、まあ降りて今からなんか作業するんだなっていう、それがこの一連のショットですね。でこれすべてのショットにも、あの、言えるんですけれども、あの、撮影するときに、ちょっと長めにある程度撮っておいて、で、この編集するときには、そうですね、だいたい長くても、だいたい7秒か8秒ぐらいに収まるようにしてます。いきなりちょっとこれ例外なんですけど、結構ここ10秒近くかかってるんですよね。3秒から、そうですね、11秒か。11秒かかってるんですけど、本当
ットだったら、長くても7秒ぐらい、8秒ぐらいで収めておいた方がいいのかなって思ってます。いろんなテレビとか、ああいう、BS のテレビ番組とか、ああいうのを見てると、大抵3秒だったりとか、2秒だったりとか、CM の場合だと本当ね、1秒とか0.5とか、なんかそんな感じでこうイメージで伝えていくっていう、そういう感じだったりとかするんですけれども、この人はどういうことをやってるんだろうっていうのをこう伝えるためには、ある程度のちょっと長さというか、まあそうは言っても、だいたい3秒、5秒とか、なんかその辺で、どんどん一つ一つ、クリップを切っていくっていうのがいいのかなと、テンポよくいけるのかなと思います。だいたいね、7秒、5秒、3秒。これで、リズムよく、小回りしていくっていう方もいらっしゃいます。で、こう来て、はい。で、何をしようかなと思った時に、この蚊取り線香を手に持つわけですよね。で、ここでちょっと見てもらいたいのが、この前のこの流れから畑に来ましたよ、で、降りてきましたよ、で、次がこの手に持つシーンじゃないですか。ここが荷台に手を伸ばした、そこからのこの何に手を伸ばしたかっていうこのカットにつながるわけですよね。こうすると結構自然な流れでこう見えるわけなんですよね。スッと取って、で、赤取り線香を取るんだ、で、火をつけるんだ、で、こうつけて、で、実際手元を中心に撮ったショットなんですけれども、テンポよく先言いましたけれども、ここで14秒から20秒、6秒くらいか。まあ、だいたいさっき言った3秒、5秒のそのリズムで、だいたい5秒くらいでこう来てからの、ここのショットからの2、3秒か。3秒で、で、またここのショットに戻るっていう。これが一連して蚊取り線香を撮って、で、火つけます。で、このまま、この今表示されているこのカットをなくしてから、またね、ここに戻るってやると、これ結構長くなっちゃうんですよね。なので、一回ここで、手元の映像、これ入れることで、蚊取り線香、しっかり火つけたんだなって、今これつき終わったシーンですよね、これね。つき終わってちゃんとついたなって。こういうふうにできるわけですよね。で、実際、蚊取り線香をつけるときって、皆さん、経験あると思うんですけれども、なかなか火つかなかったりとかするわけですよ。となると、このショットでずっとこう、長回しすると、もしかしたらこう、もっと、10秒どころじゃなくて、ね、2、3分ずっと回しっぱなしっていうふうになるわけですよね。で、大体こう編集するときってカットするわけですよ。余分な部分をなくして、で、火をつけます。で、つけ終わりましたっていうふうにカットすると思うんですけれども、ここのシーンだけでのこのカットをするよりは、一個ここでね、この別のアングルからカットを、この映像を挟むことで、自然な流れでこう、いくと。これもう一回ここだけちょっと見てみますね。撮りました。で、火つけます。だけど実際こんなにね、すぐには火つかないわけですよ。だけど、この映像2秒、3秒挟むことで自然な流れになって、で、また起きますと。これでリズムよくテンポが、うまくね、構成作れるっていう、そういう感じになりますね。で、なくなって、はい、今度箱を今いじりましたよね。ここ箱をいじって、何をするのかなっていう、その次につながるわけですね。で、ウレタンを敷きます。で、新聞紙を敷いて、なんかこうやってコンテナの準備してるんだな。で、通りました。で、取って、次にさ、どこへ向かうんだって、こう視聴者がこう見るときに、この、広角ワイドショットにつながるわけですね。このブドウ棚、こういうふうに袋かかってるブドウが今ここあるんだなーっていうのをこう見えるわけですよね。で、ここを見ていくと、まあこんな感じで、ね。今のこの2つの、このショットとこのショットで、まあブドウ棚、ね、ブドウの畑でこれから、まあ撮るのかなっていう、そういうふうに
思わせるというか、伝えることができます。このね、2つのショットだけで、5秒ですよね。だからだいたい2秒 2.5 って考えても、まあテンポよくこの2つ挟むと。でちょっとね、ここでこの2つのショットを入れるときに、なんだろう、俗にこう B ロールって呼ばれてるんですよね。サブのショットのことを B ロールって言うんですけれども、それを入れるときに僕の中では、その映像を撮影してる時の音声は全部切ってます。ちょっと聞こえるかどうかわかんないですけど、ちょっとわかるかどうかわかんないですけど、ちょっと流しますね。今音声流れてます。これショット撮影してる音声は消して、でまた撮影してる音声をこう入れてるわけですよね。この撮影してる音を消して、で BGM を際立たせることで、ここでね、一つ区切りが生まれるわけですよね。その前半の方ではこうやってね、準備してきたんだな、でここからまた第2章で収穫が始まるんだなっていうふうに、つなげることができて、でいざ、はい、収穫をしていきますと。で、はい、もうこれもちょっと予定調和で氷取ろうっていうふうに思って、でここの位置に、まず、スマホをセットするというか、でこの時に僕の中でここね、こういうふうにブドウの列がありますよね。でこれをね、順次こういうふうに取っていくっていうふうに流れにしようと思ってて、でなおかつこの絵のアングル、ちょっと見てもらいたいんですけど、構造を見てもらいたいんですけど、よくあるね、三分割法っていうんですか、全体をね、1、2でこう分けることで、ね、1箇所、2箇所、3箇所と分けられると。こういう法則を、ちょっと取り入れると、結構、すっきりした印象を持たせることができます。で、なおかつね、三分割法で、横の方もね、同じ比率で、分けてあげて、でその横と縦が交わったところにこう持っていきたい、見せたいものを置いておくと、より生えたりとかするようになります。ここの場合で言うと、僕はここの柱、ブドウの柱を3分割の3分割法の縦のライン、ここに一つと、あとここに奥側ですね、一つっていう風にしてます。で今これシネマスコープ、映画っぽく見せるようにしてあるんで、ここにね、黒いバーで、上の方にもこう黒いバーやってあるんで、本来だったらね、このコンテナをこの辺に置きたかったっす。この辺に撮影したかったん、置いて撮影したかったんですけど、もう、ただただカメラのそのモニターを見たときに、このコンテナの位置がちょうどこの三分割法の横のラインと、縦のラインが交わるところ、ここっていうふうにこう考えちゃってたんで、ここに置いて撮影してました。だから本来だったら、これをなくすと、こんな感じに映るわけですよね。横、1、2、で、ね、等しい、このね、3辺。と、この縦、3つの、この交わるところ、ここ。ここがちょうどそこの位置になるんですけれども、ただ、ね、シネスコをやると、まあ、こういう風に削れちゃうんで、ちょっとこれ、僕の中で、こういう風に撮影すればよかったなって思った点です。これね、まあ、ちなみにこのシネスコって、ね、今これ、疑似的な感じで、作ってありますけれども、もう本当にね、アノモフィックレンズかな、本当にそういう専用のレンズがあるんで、本当にね、本格的にやる方は多分そちら使われると思うんですけど、これはもう疑似でやってます。フェイクで使ってます。でまあこんな感じで収穫していきます。でブドウを収穫していって、でここでね、まあ手元、まあこんな感じで切るんだっていうのが分かって伝えて、で、ブドウをコンテナに入れますと。で、また別アングルですね。別アングルで、こういうふうに収穫していきます。で、この時に僕の中でのポイントは、これですね。手前ボケ。手前ボケを作ることで、この奥行き感を出そうと
したところですね、スマホのカメラってズームできないですよね。ズームできないんで、もうなかなかこうボケさせるっていうのが難しかったりするんですよ。で、今この2022年のまあね、これ1月1日深夜にちょっと今作ってるんですけれども、この時点で動画で擬似的なボケを作り出すスマホのメーカーっていうのはちょっと分かんなくて、知らなくて、写真だったらね、もうあのポートレートモードとか言って、あの周りを擬似的にフェイクでぼかしたりしてね、そういう風に際立たせることできるんですけれども、動画ではちょっとまだ未だにそういうのはできてない状態です。でもあのこういう風にあの見せたい被写体、見せたいところにこうピント合わせて、でレンズのギリギリ、スマホのギリギリにこの手前のブドウの葉っぱを持ってくることで、あのここまで寄ればもうここはしっかりボケて、でここにねちゃんとピントが合うっていう風に、そういう風になりますんで、こういう風にね、あのボケって立体感を生み出す要素になるんですよね。なのでなるべくこういうボケを作れるようにしたいなっていうことで、今回ここにあのボケを作って、で立体的に見せられるようにしました。本当だったらね、あの一眼とかのカメラだったらね、まあ、こういう前ボケ、手前ボケなしでのここの被写体があって、で後ろ側のねこの遠赤の部分をぼかせればもうそれだけで済むんですけれども、スマホではちょっとそれ難しいんで、今回こういう風にスマホでもできるボケの作り方、こういう感じでやってみました。で流していきます。でこういう風にね、あこんな感じで収穫していくんだって切ってって、でこれでちょっと同じ作業がこう続くんで、ここで一回クリップを挟みました。こういう風にねカットリ線香、一番最初のオープニングでも使ったこのカットリ線香をあのサブの主人公として、で最初につけたねカットリ線香のやつは、あこういう風に使われてるんだってっていうのをこう見せながら収穫していって、で終わったなっていうところでまたさっきのショットにつなげていきます。そうするとこう自然な流れになるんですよね。ここもう一回ちょっと見てみますね。こういうふうに収穫していって、収穫して、はい、あこれも取るんだなと、ね、ちょっとあのここ色味ちょっと調整するの面倒だったんで読みましたけど、でこんな感じで自然とつながるわけと。で、はい。でここで実際にコンテナに入れてるところはどんな感じなんだろうっていうのをこうクローズアップで近くに乗って、撮影してます。はい。でここでただただ近くを映すだけだとちょっとそこまで、なんだろう、構図としてちょっと映えない感じだったんで、ここも、このコンテナ、このコンテナが、この上のところでこう切れるように撮影しました。これを丸々このコンテナを全部映すと、ただただ映したっていう風になるんですけれども、ここのね、上の部分が切れてることで、よりね、ここがちょっと、おしゃれにというか、なんか強調されてっていうんですかね、そういう風に見える感じになりますんで、こんな感じでつけて、収穫しましたと。でここでも B ロール挟みました。音声流れてないんですよね。ここもこんな感じで、でここのショットでも、一応3分割法のね、この縦1本で横、こっちのね、1本縦軸と横軸が交わるところっていう感じでやろうとしたんですけども、ちょっとこれもね、ゲジシネスコ、フェイクのシネスコをやることで、ちょっと、バランスは悪くなっちゃったかなっていう感はします。これは比較的、あれですね、ここにちゃんと来てるんで、ここの位置に来てるんで良かったなって思いますね。縦軸と横軸がね交わるここの交差になるんで良かったなと思ってます。で、足元入れたりして、でこんな感じで、でここでもあれですね、ここ手前ボケを強制的に作って、でなおかつここも3分割で
若干こっちの方がね、広くはなってますけれども、3分割。3分の2をこの木の、ぶどうの幹で、締めて、で、奥の方でこういう風に、ね、この被写体がこう、収穫してるんだなっていうのを見せれるようにして、遠近感、立体感を出すようにしました。で、フレームアウトして、で、実際こっからすぐにね、軽トラに、行くこの間にもね、本当は歩くシーン入れたかったんですけれども、ちょっと尺が長そうになったんで、もうこのまま畑の外に出たんだな、で荷台に置いたんだなっていう、こういう流れにしました。でここでもそうですね、ここの部分でもちょっとね、もうちょっとこのコンテナがこの位置、青いこのポイントのところに来たらもっと構図として良かったのかなとか思うんですけれども、まあ逆にこの青いポイントがここにあることでね、バランス良くなったのかなっていう感じもしないではないかなって思いました。ただちょっとここの空間が空きすぎてるんで、でこっちの方が狭いですよね。左側の空間がちょっと空きが狭くてきついイメージがね、なおさらこのシネスコで上の方もね、ほんとなんかキツキツな状態になったんで、もうちょっと外側にゆとり、空白を持たせるようにして撮影すればよかったのかなと思います。でもこんな感じで、はい、置きました、置きましたと。でこう戻ってきて、はい、手にかけてバタンと、はい、ここでもここの部分が、なんだ、こうドアノブっていうんですか、ここの部分が、3分割の、重なる部分、縦軸とこっちの横軸の重なる部分に来るように、セットしました。で、はい、エンジンかけました。でちょっと動き出しての、はい、でここで最後で一応ブドウ棚のところのB ロールを挟んで、で空のね、この上の下から上を見上げてるっていう感じにして、で余白こっちの方をね、広々と取って、でこれでなんだろう、こう終わり感というか、あ、一段落ついたんだなっていう感じを出しました。以上がそうですね、僕が指ログの方でやってる時に、編集してる時、撮影してる時に気をつけてる、まあ、主な点だったりとかしますね。あと、細かい点で言うと、やっぱその、カラコレとかカラグレとか、色味の調整ですよね。全部統一させてやったりとか、あと、指ログならではの、そういう、ちょっと、世界観を出すためのグレーディングつけたりとかはしていますが、まあ、このスマホだけでもね、こんな感じで、撮れますよっていうことが、皆様にこう、伝われば、それはそれで幸いかなと思います。本当ね、スマホと、その、専用の脚立で、こんな感じで、撮れますんで、高い一眼とか買わなくても、いけますんで、ぜひ、皆さん、チャレンジしてみてはいかがかなと思います。結構、やり出すと、ハマっていくというか、まあ、ハマった張本人なんですけれども、そこからね、一眼とか、一眼のカメラ買って、本格的にやり出したりとか、そういうふうに、されるといいのかなと思います。で BGM なんですけれども、 BGM も結構重要なファクターなんですよね。こうね、女性の方がこう歌ってるBGM、 これを使ってるんですけれども、もう僕が表現したいその世界観と、やっぱこの BGM っていうのがまずリンクしてないといけないのかなって。この BGM がね、逆にこう四つ打ちの EDM っていうんですか、クラブとかで流れてるような、ああいう音楽とかだったら、こう、もっとね、ハキハキというか、なんていうんですか、明るい感じ、躍動感のある感じになるでしょうし、で、この BGM だからこそ、この小回り、この、
秒数の、カットで構成していくことで、ゆったりとした、なんかそういった世界観が表現できてるのかなと、個人的には思っております。はい、参考になれば幸いです。はい、じゃあこれで終わります。ありがとうございました。